越しは現在では扱われてはおりませんが、屋台は今でも実際に引き出されているものでございます。屋台の重量は2トンから3トンありまして、屋台には車輪がついておりますので20人ぐらいで引くことになっております。また高山の屋台の特徴は、金具に打ってあります小さな釘は別といたしまして、その他のところには釘は1本も使われてはおりませんので、屋台はすべて分解できるようになっております。また至るところに隙間をつけて作られております。なぜかと申しますと、屋台を引くときに屋根のあたりで30センチくらい、中段でも15センチくらいは前後左右に大きく揺れますので、一般の建物のように隙間のない作りをいたしておりますと、無理をして壊れてしまうからでございます。ではこちら1台目の屋台。こちらの屋台は直径が1メートル60センチもある大きな第八車を取り付けているところから第八台と名付けられております。特徴は中段のところが平安町風の御殿造りになっており、周囲に幕を張らず中が見えるようにできているところでございます。この中段で烏帽子姿の子供たちがお囃子を奏でます。また屋台は普通四輪ですが、その場合町の角を回転するのに手間がかかりますので、この屋台を作った高賀屋清七は回転を楽にするために初めて三輪の屋台に出しました。しかし反りの大きな橋を渡るときにひっくり返るような気がして自信がなく、祭り当日には布団をかぶって寝ていましたが、無事橋を渡ったと聞いて飛び起きて出たという話が伝えられております。これに自信を得まして、その後何台か三輪の屋台にしております。それでは続きまして2台目の屋台をご案内いたします。こちら2台目の屋台は宝珠台でございます。屋根の上の胸飾りにオスとメスの大金を取り付けているところから亀屋台とも呼ばれております。あの大金は屋根を軽くするために和紙を何枚も貼り重ねて、その上に漆を塗ったもので作られております。また屋根のすぐ下と中段の上の部分には極彩色の芙蓉の花が飾られておりますが、この花はすべて彫刻でございます。また屋台の下の方をご覧いただきますと、白彫りの彫刻がございます。これは亀と波をかたどったもので、波間を釉薬する神器と名付けられた彫刻でございます。それでは続きまして、こちら3台目の屋台をお願いします。こちら3台目の屋台は神馬台でございます。屋台の上段に跳躍する白馬と、その靴輪を取る白鳥姿の馬蹄2人の像が取り付けられているところから神馬台と名付けられております。この屋台はまず下段の四隅にあります黒い中丸柱が中段まで伸び、その先に青龍塔をつけ、そこから青龍、白虎、朱雀、玄武の東西南北の詩人の名を記した赤い旗が吊り下げられているところが目を引きます。また屋台中段を覆っております幕の模様は紫鱗紋と呼ばれ、その幕の左右両側に2面ずつ般若が刺繍されているところが非常に印象的な屋台となっております。それでは残り1台の屋台は2階からご案内いたしますので、まずは階段の下までお進みください。